今日はですね、中央に書いてあるように、みんなにイエス様のお話の中で、一匹の羊を探し求めていったイエス様のお話を、紙芝居、現代的な紙芝居でお見せします。現代的な紙芝居じゃない、いや現代的な紙芝居とは iPad 紙芝居と言います。それでは始めます。ちょっと待ってね、まず参ります。はい、ちょっと電気消していただきますかね。一匹の羊を探したイエス様、一匹の羊を探したイエス様、野原でたくさんの羊たちが楽しく遊んだり、それから、美味しい草を食べたりしています。子羊のめいちゃん、左側だね、めいちゃんはもう一人の、もう一匹の羊のラム君とこんな話をしていました。ラム君、もっといい場所に行って楽しく遊びたいな、向こうの方に行こうよ。めいちゃん、ダメだよそんな、あっちに行ったら危ないし狼が出るって羊飼いのおじさんが言ってたよ。ちょっと待ってね先生初めてこれを使いますね。そんなこと言わなくて大丈夫だよ。私はどんなことでも怖くないから。めいちゃんはそんなふうに言いました。ラム君は、でもね、あっち危ないって言ってるから僕は行きたくないな。男の子なのに悪口、私だけ行く。ついにめいちゃんは向こうの方に行ってしまいました。ああ、羊飼いのおじさんに言われてたこと、あっち行ったらダメだよ、狼に食べられてしまうよって言われたことを知っていたのに、めいちゃんは一人で行ってしまいました。わあ、楽しいな、誰もここお花がいっぱいなの知らないんだよ。ランランラン。そうしたうちにうさちゃんが出てきました。ねえ、君の名前なんていうの？私、めいちゃん、一人で来たのよ。一緒に遊びましょう。そして二人はとても楽しく遊びました。あった、やった、いてて、て、痛いよ。めいちゃんどうしたの？私の足がバラに引っかかっちゃったの。痛いよ。誰か取って。取ってあげたいけど、僕の手はトゲ取れないな。そうだ、小鳥さんに取ってもらおう。小鳥さんはちゃんと指でいろいろ掴んだり引っ張りできるからね。小鳥さん、バラのと茨から取ってあげて。オッケー。そして茨のつるを、小鳥さんがめいちゃんの茨のつるを取ってあげました。じゃあもう遅くなったから僕たち帰るよって言った。その後めいちゃんは、待って、私もう道が分からなくなっちゃったよ。でもそんなことを知らずに小鳥さんやうさぎさんたちは離れていってしまいました。わあ、どうしよう、ついに一人ぼっちになっちゃった。そしてしばらく走っていたその時、うわー、大変だー、うわー、崖からついに落ちてしまいました。その頃、ポーポー、羊飼いのおじさんたちがみんなを呼び集める。角笛の音が響きました。おい、みんな集合だよ、そろそろお家に帰ってご飯にしよう。ポーさあ、
この時大勢のね羊さんたちがやってきました。ポーポー、さあ今からみんな数えるよ、並んで並んで。羊飼いのおじさんは羊たちのことを一匹ずつ集めて、そして数え始めたんです。1匹足りないな。誰だろう。羊飼いおじさんは羊たちの顔をじーっと見ました。あのめいちゃんがいない。めいちゃんがいないよ。どうしよう。羊飼いのおじさんたち、おじさんは99匹を柵の中に残して、そしてめいちゃんを探しに行ったんです。さあ、どこまでめいちゃん行ってたんでしょう。おーい、めいちゃん、お花畑のところかな、山のところかな、それともどっか隠れてるのかな。おーい、めいちゃん、どこだ。羊飼いさんはバラの中、茨の中を必死で探しました。もう手は茨で引っかかれて血が出てきました。おい、どこにいるよ。きっとめいちゃんはどこかに行って泣いてるんじゃないかな。羊飼いさんは必死でめいちゃんのことをかわいそうに思って探し出します、探そうとしました。でもまだ声は聞こえてきません。おい、めいちゃん、どこだ。いたら返事をしてくれ。そしてその時です。めえめえ、ここにいますよ、助けて。あのめいちゃんの声でした。おい、どこだ。どこにいたんでしょう。どこにいたと思う。水の中隠れてた。それとも落ちてた。落ちてたな。落ちちゃったからきっと水の中やな。さあ、おじさん、ここだよ。僕はここにいるよ。大声でめーめーと叫びました。だから口が大きく開いてます。めー、おい、ここよ。おじさんが来たよ。もう大丈夫だよ。そして羊飼いのおじさんは崖からずっと降りてきて、そしてめいちゃんをなんとか助け上げてくれたんでした。その後、めいちゃんをどうしたと思う。これイエス様が話してくれた話よ。めいちゃんを肩に担いで帰ってきました、ね、やっとこのおじさんはめいちゃんのところまでほら降りてきてるやろ。そして肩に担いで、おい、みんな、めいちゃん見つけたよ。みんな一緒に喜んでくれ。99匹のお友達みんな帰ってきたよ。みんなはとても喜んで大きな目を開いて、よかったよかったと言いました。さっきのこのお友達の男の子なんて言ったかな。ラム君も出てきて、めいちゃんよかったねとニコニコ顔で迎えました。めいちゃんは思いました。羊飼いのおじさんの言うこと聞かないで、あっちに行ったら狼に食べられてしまうよと言われてたのに、山の向こうまで行ってしまって、
そして夜真っ暗になりそうな時に飼育員のおじさんが助けてくれて来てくれて、姉ちゃんは思いました。おじさん、飼育員のおじさん、ごめんなさい。私が本当に悪かったんです。自分勝手なことしてしまって、これからも絶対そんなことしませんから。心の中で飼育員のおじさんにお詫びしました。さて、これはね、今からね、100年ぐらい前かな、イギリスの画家の人が描いた、ね、羊飼いが崖に落ちたこの、羊さんを探しているところの絵です。この絵でどこか気がつくことがあるかな。なんか飛んでるね。何飛んでる、これ。わしやね、わし。でもわしみたいな、わしよりも今度みたいな、何かわからないけどね。でもこのわしのは、この目、あの羊が死ぬのを待って食べてやろうと思ってたね。さあ、この羊飼いのおじさん、手見てごらん。ちょっと拡大しますね。はい、どうなってる？なんか見えてる？こう血が見えてるな。この左手と、それからこの右手見てみよう。ほら、右と左にこんなに違うってどういうことやろう。実はイエス様は私たちの罪のために両手両足釘付けされて十字架に貼り付けになったんです、ね、それは神様から離れた私たちを救ってくださるためにイエス様は十字架で苦しんでくださったんです。この画家の人はね、この羊さん、羊、いなくなった羊を探している羊飼いのことを書いて、この羊飼いはイエス様なんですよって絵を通して教えてくれたんでした。さあ、今日の聖書の言葉、イエス様はこういうふうにおっしゃいました。一匹の迷い出た羊が一匹いなくなってしまったら、羊飼いの人は必死で探すでしょう。99匹残してね。で、探して見つけた一匹を担いで帰ってきて、みんな喜んでくれ、いなくなった羊が見つかった、すごい喜ぶ。同じように神様から離れて、それから罪に陥ってしまった、神様に嘘を言ったり、それから、ね、羊飼いのおじさんの言うことを聞かなかったような姉ちゃんのように、そんな私たちのために、そんな罪人である私たちのために、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったってこと、聖書に書いています。イエス様のことは読んでみます。はい、あなた方に、じゃあ一緒にね、はい、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。ルカの福音書15章7節。はい、一人の罪人が、ね、あのめいちゃんがイエス様、あの羊飼いのおじさん、ごめんなさいって悔い改めたようにね、一人の罪人が、僕たちのことだね、ごめんなさいって神様に祈った時に、天国で素晴らしい喜びがあります。はい、一言お祈りします。じゃあみんなの祝福をお祈りするね。目をつぶってください。今日は子供の日礼拝です。ネオのお友達、子供たち一人一人の祝福を祈ります。神様、どうぞ野津川教会に集っているお友達一人一人が、いつもイエス様に、神様に守られて、通園通学やまた毎日の生活をすることができるように、大きな祝福をお与えください。一日一日元気に健やかに成長することができるように導いてください。そしてみんなのお祈りに支えられて、素晴らしいこれからの人生を歩むことができますように、主イエスの名前によって祈ります。アーメン。はい、じゃあ今日のこの暗証セット、どなたか、はい、持って帰る人おる？はい、じゃあどうぞあげます。1週間貼っててね。